どうも、柴田です。えー、ガチ TV の収録で今、名古屋から帰ってきました、えー。今日はちょっと真面目な話。えー、ガチ TV、えー、っていうね、えー、今、パチンコ場そのチャンネルに今僕力を入れてるんだけども、えー、その話です。今、ガチ TV で作った動画がいくつかお蔵入りになってる。公開されない状態になってます。で、これなんでかっていうと、お店が設定入れてなくて、 でえー、と俺からそして俺のに会いに来てくれた俺と一緒に家に来てくれたディスナーさんから要はそのぶっこ抜くとぶっこ抜く、うん、お金ぶっこ抜く、えー、感じの、えー、ホールさんとかあるからそれに対して俺はめちゃめちゃ言ってたり、えー、したりとかあとは過激な、うん、結構その内容が過激な動画は、えー、お蔵入りになったりしてます。で、えー それがすごいい悔しい俺が今も扁桃腺めっちゃ腫れてて喉をガラガラにするまで叫んでんのとかあとはアスファルトでゴロゴロしてバタバタしてんのとか、えー、変なことやってんのもあれはもちろんギャラもあるんだけど動動画画面白いいをを作ってそれを世に出したいからなんですよで俺はその。 みんなで作った俺が頑張って暴れてで編集の、えー、藤巻さんがまあ頑張って編集してでみんなで作った面白い動画をえお蔵入りにされるのはすごい悔しい悔しいですでも、えー、それだけじゃなくてパチンコ屋さんの気持ちも分かる要はパチンコ屋さんはガチ TV 買ってますみんなに言っとくパチあのくパチンコ屋さんはガチ TV を買ってるいくらかで でえー、だからお金をパチンコ屋さんは払ってるからお金を払って店のネガティブなことを言われたくないっていうのもそれは分かる,、うん、そ,れも分かるよそれも分かるんだよだ,からだけども俺は、えー、だからこそ言いたい、えー、柴田はすすごい癖のある商品なんです、えー、そもそも、えー、お店が設定入れなかったりとか釘が閉まってたりとかあとは店員の接客が悪かったりとかしたらもう店の悪いしめちゃめちゃ言うめちゃめちゃ言います で時には設定関係なく俺が大負けしたら台をぶん殴ることもあるで、えー、女の子のか店員可愛い子がいたらセクハラすることもあるまあ動画に出たくないっていう人は <laughs> あのしないけれども動画に出てもいいですよっていう人にはセクハラしたりもするうんで柴田はそういう癖のある商品ですだからえー、そのーもし悪口を言われたくないんだったらあの買わないでくださいっていうか まあ、悪口を言われないぐらい設定、うち入れてるぜ、自信あるぜ、じゃあ柴田来てくれってところを買ってほしい。で、そして、えー、うちは設定入れてないけれども、褒めてほしいみたいなホールは、なるべくだったら買わないでほしい。っていうか、買わないでほしい、なるべくじゃなくて、そういうのは、多分お互いの利益にならないんで、えー、買わないでください。柴田は、そしてガチ TV の30万に連れスロ っていう企画は、そういうすごい悪の強い、癖の強い商品なんで、それを分かって買ってほしい。えー、営業さんがね、えー、何人か、えー、30万人連れを売ってくれる営業はいるんだけども、えー、なかなかまあ、やっぱ言いづらい、えー、かなりもう言いづらい、えー、こともあると思う。えー、でも俺が言います。俺は言う、えー、柴田の30万人連れ揃っていう企画は、えー、ものすごい悪が強いです。 <laughs> アンチから通報の電話とかもあるうん <laughs> あるしいろいろ面倒くさいいろいろ面倒くさいけれどもそういう商品ですだけど俺は絶対面白いものを頑張って作るんでえー、でーこう再生数とあと、えー、集客、えー、もうね頑張る頑張るよ頑張るんで、えー、それ分かってくれるホールさんだけ買ってください <laughs> はい えー、俺はね、今、ガチ TV っていう、えー、パチンコパチスロのチャンネルに半分ぐらい YouTuber としての活動にあこう力を置いてる。ガチ TV にね。でそれなぜかっていうと、えー、俺は YouTuber としてちょっと伸び悩んでじゃないけども、まあ頭一つ抜けないと思ってて、抜けてないと思ってて、で、俺が今このパチンコパチスロの業界というかチャンネルで、 立役すること、頑張ることこそがウームの連中とか、えー、ヒカキンとかはじめとかを抜く抜ける可能性を秘めてると思う俺は勝ちたい、えー、まあ誰にっていうのもないんだけど、えー、俺をなめくさってた、えー、あの時俺をなめくさってた大人たちにどうだって言わせたい。だから、えー、今俺は あ自分をこれまで見てた層とは別の層の、えー、お客さんが欲しくて、えー、視聴者が欲しくて、ならパチンコパチストロっていうのに力を入れてますで。俺は勝ちたい。本気で、本気でやってる。本気でやってるし。うん。うん。あと、まあ、やるおがね、結婚して一歩引いたから、俺は一歩進みたいと思ってます。えー、という感じでですね、えー、ガチ TV を、 もし買おうと思ってる。ガチ t v うちに呼びたいって思ってるホールさんは、柴田はものすごい癖のある商品だとえ。下手したら店の悪口言われるかもしれないし、下手したら店の代が殴られるかもしれないっていうのを分かって買ってください。俺はでも面白いものを作りたいですえ。それ分かってくれるホールさんだけ買ってくれれば結構です。はい、という感じで、よろしくお願いします。柴田でした。